人ともお待たせ。あたしはもう準備できてるぞ。やっほー猫マタ、準備できたんなら早速私が用意した可愛い制服に着替えてバイトを始めよう。え、バイト？ちょっと待った。プロ騎士として依頼を受けてくれたはずじゃ。あたしと依頼人をフォローの中でガイドしてくれるって。一緒に仕事をするというのはフォローの仕事だったのか。フォローの仕事以外ないでしょう。もしかして借金を返すためにニコに頼まれて出稼ぎに来たって思ってる？ニコって確かに両親があるはずの場所に銀行口座があるんじゃって思う時もあるけど、私にはとっても優しいんだから。なんだ、私たち誤解しちゃってたんだね。でもフォローに行くんだったら、ジャトヤの他のメンバーは？それは、今回の依頼は、私一人で決めたやつだから。なんていうか、前のビジョンの一件で、ジャトヤのみんなには色々迷惑をかけちゃったけど、それでも、ニコは残りなよって誘ってくれた。だから、ジャトヤが赤字を出してる今こそ、この私の出番だと思うんだ。給料を払えない社長のために従業員が自分で稼いでくれるなんて、ニコが羨ましいな。どうして招き猫って言葉があると思う？それに今回たんまり儲けて帰ったら、あの映画バカに、猫又様、あなたはこのジャトヤの模範的従業員ですって言わせてやるんだから。どうしてなかなかすごい競争意識だ。何しろジャトヤはお家だけど同時に仕事場なんだ。あの表情筋が死んでるやつと仲直りしたって、能力のこととなるとやっぱり気になっちゃう。それに今時は猫もギャングも業績なんだから。どうパイトン、この儲け話一緒にやらない？まずはどんな依頼なのか教えてもらってからかな。分かったぞ。それがね、ある企業が最近フォローでエーテル資源をなくしちゃったみたい。それを後で回収するために一緒に現地で観測をしてくれる腕利きのエージェント、それにプロ騎士をインターネットで募集してるんだ。聞いた感じあんま複雑な依頼じゃないけど、現地で観測するだけなんて全然儲からないんじゃない？焦らない焦らない、これはまだ序盤の布石に過ぎないんだから。考えてみて、たかが事前の観測くらいでインターネットに求人を出すなら、資源を正式に回収する時だってきっと助っ人がいるはずでしょ。なるほど、資源回収ってすごく割がいいもんね。その時は依頼を請け負いたいって人が殺到するかも。ってことは、私たちが今のうちに企業に手を貸しとけば、この競争を有利にするシード権が手に入る。そうそう、さすがパイトーンだ。飲み込みが早い。糸を長く張るほど、でっかい魚が釣れる。これが私の狙いなんだ。興味出てきた？待った。僕たちの報酬はどうなるんだい？儲けは半々に分けるぞ。どう？それなら満足でしょ？じゃあ、私は依頼人に待ち合わせ場所と時間を相談してくるから、それから出発しよう。俺らのいつでも出撃可能よ。よっしゃ、仕事だ。準備完了。俺一匹二匹揃っていますわね、仰せのままに。
限定版フェアリー、フェアリーニャンがお供します。案内役に従い、ホロー内部にある観測ルートの終点に向かってください。フェアリーニャンは先に案内役を見つけることをおすすめします。にゃ、あんたたちの PC アシスタント、ちょっとムカつくぞ。あれが今回の依頼の案内役？はじめまして、君が猫又殿だな。まずは簡単な自己紹介をしよう。私が今回の作戦の責任者、オーリーだ。作戦？ただの観測でしょ？最近の企業ってそんな風に気取った言い方をするの？つまりその私が今回の依頼、そう、依頼の案内役というわけだ。それはともかく、協力者のプロ騎士がまだ来ていないんじゃないか？もう全員揃ってるぞ。もしかして見えてないの？猫又殿、冗談はよしてもらいたいな。ここに他の誰かがいるとでも？目の前のポンプがそのプロ騎士だって気づいてないみたいだ。オーリーさん、他の誰かならここに。おい、誰だ、そこにいるのは？ミミが。オーリーちゃん、最初に言わなかったこっちも悪いけど、シリオンの聴覚はとっても繊細なんだぞ。とにかく見ての通り、この喋るボンプが私たちのプロ騎士だ。そうだったのか。いや、過分で申し訳ない。冷静さを欠いてしまってすまなかった。だが基本的に私は頼れる存在であると自負している。大船に乗ったつもりで命を預けてくれていいぞ。そう、今ご覧の通り、私がこのエーテル焼酎に体を預けているようにな。こんなものの至近距離にいても恐れずに談笑しているわけだが、並外れたエーテル適性の持ち主だとは思わないか？え、気のせいか、エーテル焼酎が動いたような。まさかこれは。もう休眠中のエーテリアスだ。ま、合体は低いから。エーテリアス！こら、落ち着くんだ。合体は低いんだってば。今のオーリーさんには何を言っても無駄なようだ。そうみたい。とにかくエーテリアスを倒すぞ。先にエーテリアスをやっつけよう。スタンバイ。オフ。
いや、安全だ。いや、猫又殿の勇姿には本当に感動したよ。あんな風にエーテリアスを葬ってしまうなんて。感動してくれたのは嬉しいけど、間違ってあんたを蹴っ飛ばしちゃうからあちこち走り回るのはやめてほしいぞ。前に紹介を見た時はもっと落ち着きのあるタイプかと思ってたんだけど、あんたの会社がフォローの観測員を選ぶ基準ってどうなってるの？何しろその企業の人材は多様でなければいけないからな。確かに私はエーテリアスが苦手だが、エーテル資源を回収することにかけてはそれなりのスキルを持っているぞ。じゃあ今回だけは信じてあげるぞ。それにエーテル資源の回収の話に出たからこっちも隠さず言うけど、実は私たち本当に参加したいのはその回収依頼の方なんだ。今日の依頼を無事完了させたら次の依頼も続投させてくれない？私たちの働きぶりをあんたの上司に推薦してほしいんだ。ああ、そんなことか。もちろん問題ないぞ。任せてくれ。それじゃ頼んだにゃ。正直に言うと私、ここ最近転職を考えてるんだ。オーリーちゃんみたいに企業で働くのって個人でインターネットに張り付いてるよりずっと待遇がいいでしょ。それはそうかもな。あははははは。じゃあこっそり教えてくれない？エーテル資源の回収みたいな仕事ってどのくらいの割合を報酬としてもらえるの？報酬の割合か。それはだな、私としたことが。オーリーさんは会社員なんだからもちろん固定給だしボーナスもあるよね。それに守秘義務だってあるでしょ。ああ、そうだな、確かに守秘義務がある。猫又殿が気配り上手で助かったよ。具体的な金額はすまないが伏せさせてくれ。大丈夫だぞ。収入のことはさておき、ルートの観測を始めてもいいの？ああ、そうだね。少し観測の詳細について確認してくるよ。ねえ、パイコン。あのオーリーってやつ、あんたはどう思った？なんでだろうと思っていたんだ。ジャトヤのために働き出したばかりの君は、どうして急に転職の話を始めたのか。やはりわざとだったのか。なんだか怪しいぞ。会社員って設定の割に言うことがちぐはぐだし、事業のことだって全然よく分かってない。プロ騎士、あんたはどう思う？彼は身分を偽っている気がする。大方フォローで一攫千金を狙う新米の泥棒だろう。私もそう思うんだ。あんたと一緒に仕事ができて心強いぞ。ただ、一個気になるところがあって、あんなにビビりなやつなのに、なんでわざわざフォローに入ろうとするのかなって、その裏にはきっと何かあるはずだ。もしかしたら、おっきな取引が隠されてるのかも。とにかく、あいつの依頼を終わらせて、なんとか真相を探ってみるぞ。観測ルートの確認ができた。ついてきてくれ。それはもうぴったりと。オーリーちゃん、待ってくれ。あっちの方から音がしなかったか。音の出どころに行って見てきてくれないか。マスター、イレギュラーな物音がしたため、オーリーは進むことを拒絶しています。敵じゃなくてよかった。早くここを離れよう。
こっちだ。そういえばオーリーちゃん、会社では何を？なんだあれは。何かが動いてるぞ。この先だ。見てきてくれないか。マスター、前方の廃墟で未知の物体が動いています。オーリーは路列が回らないほどうろたえているため案内を続行できません。確認することをお勧めします。報酬をもらったらお買い物に行くぞ。前方の壁に文字が書かれています。オーリーは何か意味があると確信しているらしく、確認すべきだと強く主張しています。私に任せてくれ。しまった、カードキーを忘れた。あっちのスイッチで開けられない？あちらまで回り込んで確認してくれないか。ドアが開いたぞ。次はこちらだ。この辺りは安全なはずだ。うわあ！急にエーテリアスが現れたぞ。頼む、やっつけてくれ。チェンジ。
チェンジ。私の前を歩いてくれないか。じゃあ後ろから私についてきて。観測ルートの終点だ。すごい数、なんでこんなに。ちっちゃいのばっかだけどなんか変だ。そこだ、でかいエーテリアスよ。そんなに怖がること？私が一息で倒してやるぞ。完了だ。今日はお二人のおかげで随分と順調だったぞ。報酬についてはホロを出た後に私から、弊社から猫又殿のインターネットの口座に振り込んでおく。次の回収任務についてもお二人を推薦するつもりだ。任せてくれ。万事よろしくお願いするにゃ。というわけで仕事も終わったことだし、そろそろホローから出たいんだが。もちろん、私とプロ騎士で一番早くて安全な脱出ルートを選んでやるぞ。あ、でもこれはプロ騎士の企業秘密だから、悪いけど聞かれちゃダメなんだ。そうか、では離れて背を向けていよう。私を信じてくれ。ち、道中バタバタしてたせいであいつの正体と目的を聞き出せなかったぞ。どう
しよう。これでホロを出ちゃったら本当に別々の道を歩むことになっちゃう。猫マタ、先に言っておくけど拷問は禁止だ。そんなことわかってるぞ。何かを隠してるって言ってもあれで一応依頼人なんだから。それに組に引き取られたことがあるからってそう簡単に人の道を踏み外すと思わないで。プロ騎士、組といえばあることを思いついたぞ。今こそ私の封印されし技を使う時だ。瞬きしないでよーく見てて。ゲットだぞ。どれどれ、自称案内役のオーリーちゃんは一体どんなものを持ってるのかな。あれ、何これ、手錠。そのどんなものであれ人の趣味は尊重されるべきだ。猫又、そのデリケートな私物は返してもらう。お兄ちゃんちょっと待って。フェアリーがね、その手錠から特殊なコードを検出したって。治安局の装備にある形式と同じみたいだよ。なんだって、この手錠治安官のなの。猫又殿、プロ騎士、話は済んだか。なんだか近くでエーテリアスの物音を聞いたような。私の手錠をどうして君が。オーリー、ちゃんと説明して。どうしてあんたが治安官の装備を持ってるんだ。その手錠は、そうそう、広いものなんだ。なんだ、拾ったのか。それなら安心だにゃ。やるじゃん、オーリー。フォローでメソメソしてた時はただのコソ泥かと思ったけど、まさか治安官から盗む勇気があるとは思わなかったぞ。あんたの依頼を受ければもっと儲かる仕事につながるんじゃないかと思ってた。でも今となっては面倒を起こしてないだけ感謝しないとかもね。それに手錠は広いものだなんて。自分の装備をなくしちゃうくらい間抜けな治安官がいるならぜひ見てみたいぞ。まあ、あんたみたいなやつに盗まれちゃうくらいだからきっとびっくりするくらい弱っちいやつだったんだろうけど。治安官を侮辱するんじゃない。治安官になるには歯を食いしばって過酷な訓練に耐え、試験勉強で数えきれないほどの夜を明かし、とてつもなく厳しい選考をパスする必要があるんだ。なんで急にまともっぽいこと言い出したんだ。いやいや、ごまかしても無駄だぞ。本当のことを言え。あんた一体何者。企業を装って偽の依頼を出したのは何で。それは言えない。言えない。まだこの状況が分かってないんだ。そうだな、協力してくれないの。あんたをここに置いてってエーテリアスにプレゼントするしかないんだ。じゃあ今日は仲間をさんざん倒したからな。あいつらもあんたに会えたらきっと嬉しくなっちゃうぞ。どう、勇気になった。私はやはり言えない。たとえここに放置されてエーテリアスの餌になるとしても私は。何なんだ、魂が抜けちゃうほどビビってるのにこのことだけは意地でも言おうとしないなんて。猫又、ちょっと待って。手錠に対応する治安官の情報が分かったよ。オーリー、男性、家主区治安局第12分局捜査4班。あんたの目の前にいるこの人のことだよ。
ん？まさかこいつが治安官？脱出できたぞ。オーリー治安官、私たちの責任は問わないって言ってくれたんだし、ここでお別れしよう。待ってくれ、猫股殿。行ってしまう前に、一つ約束してくれないか。お二人は善良な人間だ。だから、今日私に会ったことを誰にも言わないと。実は今日はとある重要かつ極秘の任務を遂行していた。そのことが下心のある人に漏れてはいけないんだ。分かってるから安心していいぞ。下心があったらフォローであんたの正体が分かった時点でエーテリアスに預けて帰ってたって。それもそうだな。待った、私がただの会社員じゃないということだが、いつから気がついていたんだ？申し訳ないが、あなたの演技力はお世辞にもいいとは言えなかった。まったく、こんなのに一人で大事な任務をやらせるなんて、上司や同僚は心配じゃないの？実は今回の作戦には自分で立候補したんだ。私は長年治安官を務めてきたが、エーテリアスに対する恐怖がどうしても克服できなくてだな。何度か作戦を台無しにして以降、すっかり落ちこぼれの烙印を押されてしまった。そこへ最近、犯人の手がかりがなく行き詰まっている事件があってな。私はひらめいたんだ。インターネットで犯人が興味を持つような情報を流せば、ジャオを穴からおびき出せるんじゃないかと。これがうまくいけば、たとえ私が以降の作戦に関与しなくても多少は手柄を立てたことになるはずだ。運が良ければ表彰される可能性だってある。意外にも向上心がないわけじゃないんだな。これは班長からだ。お疲れ様です、班長。オーリーです。おお、今どこにいるんだ？インターネットに情報を流して市民のふりをしてフォローに入ったというのは本当か？私はそのわざとではないんです。故障ですから、どうか首だけは。首？何の話だ。結構なことじゃないか。これが事件解決の糸口になれば大手柄だぞ。ボーナスだって出るだろう。さっさと戻って次の動きに備えとけよ。褒められた？班長が褒めてくれるなんて何年ぶりだ。聞いたか？引き続き作戦に参加できるだけでなく、ボーナスまで出るかもしれないぞ。それはおめでとう。どうすればいいか。感情の落差が激しいやつだ。なんで大喜びした瞬間にまたその顔に戻れるの？引き続き作戦に参加するということは、またフォローに入る必要があるということだ。もしエーテリアスに遭遇することがあったら、きっとまたやってしまう。それについては一人でゆっくり考えてもらって。行こっか、プロ騎士。待ってくれ、猫股殿。プロ騎士、ぶしつけなのは百も承知だが、どうか治安局の協力者となって今回の任務を無事完了させる手伝いをしてくれないか。はあ？君たちがインターネットにあるこの依頼の真実を知ってしまった以上、口約束で雇っておくより
公式に治安局の協力者とした方が安全だ。そして何よりここまでの協力で分かったんだ、お二人のフォローにおける能力が私よりずっと上だと。君たちの力を借りることができれば、今までの私に成し得なかった多くのことがただの妄想ではなくなる。もしかしたら今回こそ本当に表彰されてしまうかもしれない。もしうんって言わなかったら私たちをどうするつもり？そうだな、うんと言ってくれなければ私は涙を飲んで勲章に別れを告げ、君たちが秘密を守ってくれるようひたすら念を押すだけだ。にゃ、それだけ？なんだ、このまま治安局に連行されるのかと思っていたよ。君たちの責任は問わないと約束したんだ。それを破るような真似はしない。治安官の名誉をかけて保証する。はあ、なんというか本当に。わかった、オーリー、この依頼というより協力者になれって頼みか。受けてあげるぞ。本当か？でも一つ条件がある。私たちのギャラはとっても高いんだ。任務が完了したら報酬としてあんたのボーナスを全部もらうぞ。もちろんだ、栄誉に比べたらボーナスなんて何ほどのこともない。じゃあ決まり。よし、プロキシー、今日のことは全部解決できたし、私たちも戻ろう。なんでそんな目で私を見てるの？なんか気持ち悪いぞ。猫又、さっきオーリーさんに言ったこと本気だったのかい？どうしたの？私があいつの頼みを聞いたことそんなにびっくりした？安心して、私は損する取引なんてしないぞ。前々から治安局のボーナスはとっても気前がいいって聞いてたんだ。喜んでその大金をくれるって言ってるんだからいいことでしょ。それにオーリーのやつあんま頼りにならない感じだけど、それでも何度か私をちょっとだけびっくりさせたのは本当だ。もしかしたらあいつは見た目よりもっとできるのかもとか。とにかく協力するって決めた以上はあいつからの連絡を待とう。次に会ったらきっと事件についてちゃんと話してくれるはずだ。
もう長いことホローで失われたエーテル資源を略奪している盗賊団がいる。奴らの手口は残忍で、被害総額もかなりのものだ。常に移動しながら犯行を重ねているため、各分局は連中をどうすることもできず、事件は未解決のまま。そこで私が考えているのはこうだ。まず企業がエーテル資源を回収しようとしているという情報をインターネットで流す。そう、前回猫又殿とプロキシに関わってもらったあの依頼だ。ここからさらに信憑性を高めるため、実際に治安局の証拠物件管理室にあるエーテル資源をおとりとしてホローに設置する。最後にあの盗賊どもが餌に食いついたら、ホローで現行犯逮捕できるという寸法だ。悪くないんじゃない？それから？それからこの案は正式に作戦計画として採用された。よかったね。あんたはこういうプランを練ったりするのは得意なんだ。ただこの計画を承認したのは我が第十二分局だけじゃない。第十一分局も参加しての共同作戦ということになってしまい、私はその責任者に任命された。なんだ、なってしまいって、面倒ごとの匂いがするぞ。というのもエーテル資源のような物証の管理をしているのは第十一分局だけだからだ。我々はおとり資源の設置にあたり、全く面識のない庶務課の同僚2人と私服装備でホローに入ることになる。つまりエーテリアスに遭遇したら、私の弱みを他局に知られることになるんだ。彼らはきっと気を使って内緒にするなんてことはしてくれない。回り回ってこの件が班長の耳に入ったら、私はまた。だから代わりに行けとか言わないよね。そんな危ないこと泣きながら頼まれたって嫌だから。あ、もちろん猫又殿にそんなことはさせない。ただ正体がつつがなくおとりを設置できるよう、猫又殿には協力者としてルート沿いにいるエーテリアスを片付けていただきたい。協力者って言うけど、要するにボディーガードってことでしょ？いやいや、治安官の臨時職員だと理解してくれればいい。局にはもう報告してあるんだ。今回はとある協力者と共に作戦に参加するとな。そんなたくさんの治安官と一緒にいろだなんて、私にはすっごくストレスだぞ。ちょっと話に乗ったことを後悔してきた。そう言わないでくれ。今回の作戦には猫又殿が欠かせないんだ。ならこうしよう。何かあれば都度通信で連絡する。猫又殿は離れた場所でサポートしてくれるだけでいい。他の治安官ともあまり接触しなくて済むはずだ。まあそれなら検討の余地はあるぞ。まあそうだ、そのなんだっけ、協力者って気をつけといた方がいいこととかあるの？何しろ名目上は治安局の臨時職員だからな。現役の治安官と同じことを遵守する必要があるはずだが、なーに、この治安官養成マニュアルを暗記しておけば問題ない。たったの476ページしかないぞ。どうしたんだ猫又殿？私大丈夫だから、安心して任せて。ウォーリーと会った時のことはだいたいこんな感じ。僕の偏見かもしれないけど、マニュアルなんて当然君は読んでもいないだろ。当然でしょ。そんなことまでして治安官のことなんか知りたくないぞ。それに治安局のやつらに離れてついてくだけだし、私には朝飯前だ。まあでも下準備くらいはしとこうかな。オーリーが任務に行くまで時間があるから、ちょっと近所でお勉強してくるぞ。出発するときはまた連絡するから。あ、行っちゃった。近所でお勉強って言ってたけど、猫また一体何するつもりなんだろう。お兄ちゃんちょっと様子を見に行ってあげてよ。その方が後で一緒にフォローに入るときも安心だもん。
私を呼んだのに。そうかとは何、いつでもし俺らの一匹二匹そ仰せのままに。私とプロ騎士は送ってきた座標に着いたぞ。承知した。私が11分局の治安官と合流したら、お二人は距離を取ってついてきてくれ。何か緊急の事態が起きた場合はこの通信で猫又殿に支援を求めよう。できたら大声で肺活量をアピールするんじゃなくて、はっきり言葉で教えてほしいぞ。で、できるだけ善処してみよう。何しろ今回は11分局の同僚たちもいるからな。足音が聞こえてきたぞ。そっちにもう来てるんじゃないの？まあいいや、何かあったら連絡するから。なんだって？こっちには誰も見当たらないが。マスター、接近を検知しました。人間が2人、どちらも年齢は比較的若いようです。え？オーリー、こっちの方に2人近づいてきたぞ。一体どういうこと？そんなバカな。確かに11分局には集合場所の座標を送っておいたんだ。この通り履歴にも残って。ああ、間違えた。猫又殿の座標を送ってしまっているじゃないか。どうすればいいんだ？それ私が言おうと思ってたんだけど。彼らがまだ君に気づいていないうちに今すぐ逃げるんだ。猫又殿のスピードならきっと追いつかれない。悪いことしたわけじゃないのに、なんで逃げなきゃいけないの？それに私が逃げちゃったら作戦は？作戦は、そうだな、戻って上に、やはりエーテリアスが怖いですと言おう。せいぜい責任者を降ろされるくらいだろう。とにかく何であれ責任は私が取る。君たちに迷惑をかけることはないから安心してくれ。オーリーさん、ここで格好をつけるくらいなら最初から間違えないでほしかったな。突っ込んでる場合じゃないよ、お兄ちゃん。早くどうするか決めないと、もう時間がない。黒騎士の手を煩わせる必要はないぞ。こうなった以上、私のかつてのスキルを生かすしかない。オーリー、今回は無料レッスンってことにしといてあげる。よーく見てて。集合場所はこの近くのはずですね。ん？女の子が一人いるだけっすよ。なんかの間違いじゃないっすか？はじめまして。君たちが第11分局の治安官？何にも間違ってないぞ。作戦コードはシュシュタイト。私は第12分局捜査4班のオーリー。今日の作戦の責任者だ。おお。お初にお目にかかります、長官。第11分局庶務課のデリーンと申します。こちらは同僚のハギンズです。先ほどは彼が余計なことを言いました。ご不快に思われたのでしたらどうかお許しください。本日は全力を挙げて作戦に協力いたします。ご命令に従い任務を全うする所存です。そんなにかしこまらなくてもいいぞ。お互い面識もなかったし、今回の作戦は私服なんだから、集合場所に誰かいたら警戒するのは正常な反応だ。それに今日の作戦は11分局庶務課の協力があってこそなんだ。むしろ来てくれてありがとうって言いたいくらいだぞ。まさかオーリー長官がこんなに若くて親しみやすい人だとは思わなかったっす。名前を聞いた時はてっきり茶色の薄汚れたジャケットを着た目にひっどいクマのあるおっさんだろうと思ってたんすよ。想像にしてはすっごく具体的な人物像。すみません長官、ハギンズはいつもこんな調子なんです。ちなみに今何かが具体的とおっしゃいましたか？
ああ、うん。みんな無事に合流できたから、具体的な任務の話をしたいって言ったんだ。なるほど。承知しました。事前に資源を設置する候補となりそうな座標をいくつか選んでいます。私たちについてきてください。すごいな。まさか本当にごまかせてしまうとは。オーリー、気を緩めるのは早いぞ。今のは基本の情報交換をしただけだし、道中はきっとこんなもんじゃ済まない。本当の試練はこれからだ。とにかく近くの安全な場所に隠れて、常にこっちの状況に注意しといて。もし情報を提供してくれるなら、その時ははっきり言うんだぞ。わかった。よし、来た。任せてくれ。長官、3つの設置地点をマークしました。ここが1つ目です。ここが2つ目、そして最後です。よし、じゃあ順番に調べよう。フォローの中は常に変化してるから、ちゃんとついてきて。気をつけて。なるべくエーテリアスを避けるぞ。準
備できますかね。弱点を見つけたり逃げるな。片付いたけど、オーリー長官、あっという間に対応してしまいましたね。あまりに早すぎて我々が手を出す隙もありませんでした。そうそう、道理で先月の作戦評価うちより12分局の方が平均高いわけっす。長官みたいな凄腕がいるんすから、当然ちゃ当然っすね。それは大げさだぞ。こっちの平均が 0.2 点高いってだけなんだから。それにあれはあくまで内部の評価だから、あんまり参考にはならないぞ。11分局だって事件の立件数と解決数では負けてないでしょ。そっちの方がよっぽど本当の成績だ。ですが12分局も最近大きな事件を解決したと聞きました。ああ、重視分局の管轄から逃げてきたやつの逮捕に協力したこと？悲しいかな。あの事件はうちの手柄じゃないんだ。そうだったのですか。それは残念でしたね。ほんとほんと、この任務でエーテル資源を盗んだやつらを捕まえられなかったら、今年の勤務評定に書くことがなくなっちゃう。へえ、長官みたいなエリートでもあれを書くのは嫌なんすね。なんかこう、ぐっと親近感が湧いてきたっす。フォローで犯人を捕まえるよりデスクワークの方がよっぽど難しいぞ。でも今年の勤務評定、やっと文字数の指定が緩くなったでしょ。去年11分局の英雄が内容を水増ししまくったおかげって聞いたけど実はそれハギンズのことなんですよ。治安官はこの世で最も偉大な職業であり、優秀な治安官になることを我が人生最大の野望にしますって20回も繰り返し書いたんです。デリーン、それは誰にも言わない約束だったはずっすよ。それにあんたの給料を上げてくれないのならせめて退職金を 20% 上げてくださいに比べたらマシっす。私は本当にそう思っていますから君たち面白い。まさか猫又殿が我々と11分局の情報にこれほど精通しているとは。どうやら私の出番はなさそうだな。なんでちょっと残念そうなの。あんたの出番がないのはいいことだぞ。ん？オーリー長官、今何か残念だとおっしゃいましたか？この辺エーテル資源を設置するにはあんま良くないから残念だなって。ああ、確かにおっしゃる通りっす。じゃあもう次の候補に移動しちゃいましょう。おっかないっすね。やっぱここはやめときましょう。次はあっちに行ってみよう。空間は少し不安定みたいですね。候補地点に着きました。今からおとりを。え？先ほど発生した空間転移現象により、あなた様は比較的不安定なエリアに飛ばされてしまいました。やばい、転移現象っす。こんなの計画にないっすよ。落ち着いて、
フォローじゃ普通のことだぞ。もう慣れっこだ。マスター、古びたプロジェクターを発見しました。ご一読をおすす。メモの内容は以下の通りです。赤出口だ。連続で2カ所も使えないとは思いませんでした。幸いまだ時間はありますが。チームにエリートがいるだけでここまで余裕が違うもんなんすね。おまけに長官はその若さなんすから、なおさらすごいっす。もしよかったらどこの卒業生なのか聞いてもいいっすか。卒業か。おっと、私の出番だな。卒業はアルガリウス文庫だ。ああ、アルガリウス文庫だ。え？あの、学費が免除されるっていう？ハギンズ、またあなたは余計なことを。すみません、ウォーリー長官。決して彼は長官の母校を侮辱しようとしたわけではないんです。ただ、長官はあまりに優秀そうですから、私たちはてっきりエリート校のご出身なのかと。ちなみに何期生だったんすか？よし、またまた私の出番だな。第45期生だ。第45期生。そうなのですか？45期生というと随分前の代ですね。その頃に卒業された方々はもう40歳くらいなのでは？確かにそうっすね。でも長官は40どころか30にも見えないっす。あお兄ちゃんまで会ってなってどうすんの。どうにかしてごまかさなきゃ。オーリー長官、もしかしてあなたは。私が早期入学を許された特待生だったんすね。え？ああ、やっぱり君たちには隠し通せなかったか。実はハギンズの言う通りなんだ。私は孤児で人に引き取られたの。
引き取ってくれた人は私にとってもよくしてくれたけど、いつも投資に失敗してたから経済的にとても厳しかったんだ。わかるっすよ。血のつながらない弟さんや妹さんもたくさんいたんすよね。狭い家の中、冬は寒く夏は暑い暮らし、しかも家族全員が同じベッドで寝てて、一番の年長であるあなたはパンのかびたとこだけをこっそり食べて他を弟さんや妹さんに分け与えてたんすね。その辛さを一切表に出すことなく微笑みながら、まあ昔のドラマでよくあるやつだから、なるべく早く家計の助けになれるよう年齢制限を下げられて学費も免除のアルガリウス文庫を選んだんすね。だいたい君の言う通りですが、学費が免除される企業アカデミーもたくさんありますよね。どうして長官は治安官を？それは引き取られる前の私はお世辞にもいい子じゃなかったから、一度悪い人を前に自分の力を過信して死んじゃいそうになったこともあるんだ。そんな時、私を守るために立ちはだかってくれた人がいたの。こんな私を受け入れてくれた人が、向こうにとっては意図してのことじゃなかったかもしれないけど、私は夢にまで見た居場所を手に入れられた。だからもし叶うなら、私もこの手で何かを守りたいって思ったんだ。なるほど、長官は人を守りたくて治安官になる道を選んだんすね。気高すぎる理想っす。若くしてこの作戦の責任者になったのも納得っすよ。それに比べたら、女の子にモテたいから治安官を目指した俺なんか砂利みたいにちっぽけな存在っす。長官のお話を聞いた後だと、退職金のためにこの仕事を選んだ自分は本当に夢がないなと思いました。そんなことないって、君たちみたいに地に足がついてる夢も悪くないと思うぞ。それに治安官を目指した理由は違っても、この町を守るために毎日頑張ってるのは一緒でしょ。オーリー長官の優しさがしみるっす。今俺の心は治安官としての誇りに満ちてるっす。この心に恥じないよう、俺もっと仕事頑張るっす。すみません、長官、ハギンズは涙もろい上に単純で、彼のことは気にしなくていいですから、次の候補に行きましょう。変異現象がしょっちゅう起きそうだ。次の候補に行こう。地点は今のところ異常ありません。よっ、オーリー長官、おとりのエーテル資源の設置が完了しました。お疲れ様。なんとかやり過ごせたけど、二人のおしゃべりに付き合うのがこんなに疲れるなんて。本当か？先ほどの猫又殿は一見余裕の立ち回りという風に見えたが、特にこの手で何かを守りたいという言葉は演技とは思えないほど真に迫っていたぞ。猫又殿が私を演じていたと知らなければ、きっと私もハギンズ君のように感動のあまりむすび泣いていただろう。オーリー、あんたの演技がダメダメな理由なんだと思う？いや、なんだろう。あんたは肝心なところを間違えてる。
身分を偽る時っていうのは 100% の嘘をついちゃダメなの。実体験がないことなんてどうしても自信なさげに見えちゃうし、細かいとこでボロが出やすくなるんだぞ。こういう時は演じる相手のことをよーく知った上で自分の実体験をちょっとだけ混ぜる。本当半分、嘘半分ってのがベストなんだ。なるほど。あれが猫又殿の実体験だったからこそこんなに心に響いたのだな。ちょっとだけって言ったでしょ。人の過去を勝手に想像してもらっちゃ困るぞ。そもそもあんたが間違った情報を送らなかったらここまで苦労しなくても済んだんだから。それについては悪かった、本当にすまない。待ってくれ、今何か聞こえたような。ポケん、もしもし、オーリーどうしたの。警告、大量のエーテリアスが依頼人の所在エリアに集結しつつあるのを検知。該当地点では空間が定期的に変化するため、他のエリアからエーテリアスが転移したものと推測されます。なんだって、よりによってこんな時に。わかった、あと何分か持ちこたえるように伝えて。私が何とかする。オーリー長官、何とかするとは。失礼ながら先ほどから心ここにあらずといった様子ですが。その通り、実は考え事をしてたんだ。シュシュタイトの成功の鍵は我々が設置したおとりのエーテル資源が本物だって盗賊に信じ込ませることだ。今日の作戦が誰にもバレないよう、怪しい痕跡がないかよく調べてから撤退するべきだって思って。ギャングはみんなずる賢いから念には念を入れないと。おお、なるほどっす。さすが長官、俺らとは経験値から違うっすね。でも二人はもう十分フォローの中を駆けずり回ってくれたから、さらに仕事を増やすのも気が引けちゃって。いえ、ぜひお任せください。この作戦が実を結ぶよう万全を期すのは治安官として当然の務めです。そうっすよ、俺は隊長を心から尊敬してるんすから、思う存分こき使ってくれていいっす。よし、それじゃあプランを説明するぞ。二手に分かれて近くに怪しい人物の痕跡がないか捜索するんだ。何か見つけたらすぐに連絡を取り合おう。了解です。じゃあ俺は左に行くっす。わかりました、では私は右に。プロ騎士、早くオーリーを助けに行こう。これはきっとオーリーの足跡だ。が転送されてきたんだ。ちょっとヤバいかも。持ちこたえてくれたらいいんだけど。私を足止めできると思ってるの？判断を。いや。暮らしを消えるぞ。この近くだ。私の直感がそう言ってる。エーテリアスの次から次に。しつこいぞ。気をつけて。
ここは安全なんだからもうガタガタ震えなくていいぞ。ああ、猫又殿にプロ騎士来てくれたのか。待て、君たちがここに来たということはもしかして今日の作戦が私のせいで失敗したんじゃ。失敗なんかしてないぞ。あの二人にはなんとか別のとこに行ってもらったからここに来たんだ。はぁ、どっと疲れちゃった。シンプルな作戦だったはずなのにこんなにややこしくなるなんて、ほとんどあんたのせいだぞオーリー。これで事件を解決できなくって依頼料は払えないなんて言ってきたらただじゃ置かないんだから。オーリー聞いてる？オーリーさん、なんだか少し落ち込んでいるようだけど、僕の気のせいか。いや、プロ騎士、確かに私は意気消沈している。私が君たちに協力を求めたことというより称賛されたいという私の望み自体が初めから非現実的なものだったのではないかと考えていた。今日一日ずっとここから猫又殿を見ていたが、どんな状況にも難なく対応する彼女に私は終始迷惑をかけているだけだった。待ち合わせ場所を間違え、エーテリアスから己の身を守ることもできず、おまけに適切な情報を提供することすらままならない。オーリー、弱音はそこまでだ。どんな状況にも難なく対応できるなんて、そんな人は世の中いないぞ。言ったでしょ、私は悪い人を前にして死んじゃいそうになったことがあるって。あれは本当の実体験。私にだってできないことはたくさんある。それにオーリー、周りを見て。このエーテリアスの痕跡、騒いでる間にあんたが倒したんじゃないの？本当だ、全く気がつかなかったが。オーリー、インターネットを利用してギャングをおびき出す作戦を考えたのも、今回の責任者に任命されたのも、目の前のエーテリアスを倒して私たちが来るまで持ちこたえたのも、他でもないあんたなんだ。まだ気づかない？あんたは自分で思ってるほどダメじゃない。卑屈になってる暇があったらどうにかして自分の経験や個性を武器に変えることを考えるんだ。分局の二人からだ。もしもし、こちらオーリー、どうかした？オーリー長官、おっしゃる通りでした。え？実は長官と別れてすぐおとりを設置した地点でコソコソしてたやつを捕まえたんすよ。ギャングっぽいなりなんで、長官たちが探してた連中とつながりがあるかもしれないっす。長官は今どちらですか？合流するので一緒に十二分局へ向かいましょう。え？一緒に治安局に行くの？デリーン・ハギンズ、ちょっと待って。私は今合流するにはかなり距離があるところなんだ。そいつは君たちが直接十一分局に連れてって。え？しかし本当にいいのですか？いいに決まってる。手柄は捕まえた人のものなんだから、取り調べだって君たちがするのが筋だぞ。ほら行って。私は他の任務が入っちゃったけど、取り調べがどうなったかはちゃんと見てるから。はい、ありがとうございます長官。すごい偶然、適当に言っただけなのに本当に捕まえちゃうなんて。オーリー、あの二人と治安局に戻ったらさすがにバレちゃう。今回は手柄を譲るしかないぞ。あ、でも取り調べの結果はちょっと気になるから、あんたは帰ったら真っ先に探りを入れて、何かあったらすぐ私に連絡するんだぞ。ほら元気出す。ああ、分かった。
プロ騎士、オーリーは行っちゃったし、私たちもここで解散しよう。イアスを送ってあげたいけど、今日はもう疲れちゃった。そんな気力ないや。猫また、なかなかいい先生ぶりじゃないか。変な言い方しないでよ。耳の毛が逆立っちゃう。途中であいつを見捨てたりしたら、散々苦労したのがパーになっちゃうでしょ。それになんていうか、今までは治安官なんて道ですれ違うのも嫌だったけど、いざ接してみたら普通の人たちなんだって思ったんだ。プロ騎士、今日は一日ずっと走り回ってくれたし疲れたでしょ。すぐにオーリーから情報が来るはずだし、それまではお互いゆっくり休もう。進展があったらまた連絡するぞ。猫又殿、第11分局での取り調べが終わったそうだ。フォローで捕まえたという怪しい人物だが、確かに我々の標的であるギャングの構成員だったそうだ。彼は治安局に投降した。供述によると、ギャングは我々が流した偽情報に食いつき、真偽を確かめるために彼をフォローへ派遣したそうだ。ふん、それどうやって吐かせたの？不思議なことを聞くんだな。それは重要なのか？もちろん大事なことだぞ。ギャングって本当に利害が絡んでるときはだんまりを決め込むんだ。そういうやつって大体急に怒り出すんだけど、それは聞き手が事実をねじ曲げようとしたか、逆にズバリ図星をついたかのどっちかってことなの。それは言えないって強調したときはどうにかすれば言わせられるって意味だし、そういう筋道があってしょうがなく吐いたならともかく、それ以外なら疑ってかかるべきだ。偵察を任されたってことは少なくとも駆け出しの鉄砲玉じゃないんだから。なんと、そのような知識は初耳だ。使えそうだな。しかし今回の尋問は第11分局で行われたものだ。我々が入手できたのは報告書のみで、残念ながら詳細を知る術はない。それにもう一つ厄介なことがあってな、我々が捕らえた構成員から連絡がないことをギャングの本体が不審に思えば、おとり作戦に感づいてしまう恐れがある。そこで治安局はリスクを最小限に抑えるべく、彼を利用することで直ちにギャングの逮捕作戦を展開することにした。彼にはホローの中には確かにエーテル資源があったと報告させ、それを聞いたギャングはすでに強奪の実行を決断したそうだ。いや、今動くのは危険な気もするけど、そうなった以上やるしかないね。ざっとこんな感じだ。捕まった構成員によると、ギャングは大人数の実行部隊を組織してる。
それ以外にも物を運ぶ 3,4 人くらいのチームがいるみたい。それで今回のオーリーなんだけど、小隊のリーダーをやるらしくて、構成員に案内させた先で物の運び屋を逮捕するのが任務なんだって。もうこの後隊員を連れてフォローに入るみたい。でも猫又、君はこの作戦にまだ思うところがあるんじゃないか。大丈夫かい？捕まった構成員が吐いたことが全部本当なら多分大丈夫だけど、私自身がギャングの出だからかつい勘ぐっちゃって、もっとそいつの素性を探った方がいいんじゃないかって思うんだ。でも治安局はもう逮捕に踏み切ることにしたんだし、私やオーリーじゃその決定は変えられない。だからオーリーと相談して決めたんだ。今回私たちはオーリーたちについていって、距離を保ちつつ臨機応変に対応する。私たちの助けが欲しいときは何とかしてこっそり連絡するって。勝ったらあんたのおごりだ。メイド長に。よっしゃ。準備完了。1匹2匹仰せのままに。オーリー隊長、本隊および資源ポイント付近の主力部隊は配置につきました。いつでも種々対等を開始できます。よし、アルベルト君、ギャングの構成員たる君の出番だ。ボスに連絡したまえ。へい長官。もしもしボス、俺です。俺なんだ、アルベルトか。このボスのことを忘れちまったのかと思ったぞ。ずいぶん待たせてくれたじゃねえか。あと数秒したら堪忍袋の尾が切れるところだったぜ。堪忍してくださいボス、キャロットが壊れちまって直すのに手こずってたんですけど、もうバッチリですね。もうヘマすんなよ。で、お前が送ってきた位置情報は合ってんのか。安心してください、前回の情報収集で仕入れたやつですから間違いないですよ。はい、俺らは今からブツをぶんどってくる。お前は運び屋チームと合流してこい。さっさと行け。長官、あんたらの言う通りにしましたよ。よし、では運び屋の待機地点まで案内してくれ。プロ騎士、オーリーたちが移動するぞ。私たちも出発しよう。マスター、リモートでオーリーを目的地へ誘導してください。あなた様のシステムに彼の位置を同期させました。あなた様とオーリーが順調に進めるよう心がけてください。オーリーたち、鉄のドアに行く手を塞がれてる。観測によると通電しているスイッチで鉄のドアを制御可能。スイッチの位置をシステムに記録しました。開いた。 PC アシスタントもちょっとは役に立つじゃん。やばい、あのスイッチでドアを閉めてオーリーを他のルートへ。猫又殿、妹での協力本当に助かる。他のことは私に任せて、あんたは安心して進んで。猫かぶりは下がってきた。
感じ。そんなことができると思ってやがるとはな。
ボス、治安官の連中はリーダーの野郎以外全員倒しましたぜ。最初から貴様らの罠だったのだな。これが罠じゃなきゃ何だったんだ。ウサギを待ってたはずの狩人が狩られる側になっちまったな。貴様まさか。俺らはエーテル資源の略奪を生業にしてんだ。食えるもんと食えねえもんはしっかり嗅ぎ分けられるんだよ。急にこんなうまい話がインターネットに現れたら普通徹底的に調べるに決まってるだろ。まあ俺に言わせりゃてめえらはこう焦りすぎたんだよ。ギャングの言うことを簡単に信じるなって学校で教わんなかったか。とはいえせっかく治安局がネギまで背負ってきてくれたんだ。食わねえのも失礼に当たるってもんだ。そうだろう。貴様ら一体何をする気だ。震えてるじゃねえか。怖えのか。ああ、なんだっててめえみてえなビビリが隊長になれたんだかな。さあ長官殿、一働きしてもらおうか。適当に理由をでっち上げてお前らの主力をエーテル資源のポイントから撤退させろ。なんだと。いやそれだけはダメだ。ああ、てめえまだ状況が分かってねえのか。エーテル資源を差し出すなら命は勘弁してやるって言ってんだ。割のいい取引だろ。それとも他の治安官どもとエーテリアスに食われるまで仲良くねんねしてえか。エーテリアスだと。やめてくれ。他は何でもいいがエーテリアスに食われるのだけは嫌だ。ボス、こいつ妙にエーテリアスを怖がってますぜ。長官さんよ、とっととお仲間に連絡しちまえって。うちのボスは堪忍袋の方がとにかく短いんだ。いや、それはできない。はあ？エーテリアスに食われるのは絶対に嫌だが、今の職を失うのはもっと嫌だ。もし貴様らのために主力部隊を撤退させれば責任を問われクビになり私の人生はそこで完全に終わりだ。つまりなんだ、いっそここで終わっちまった方がてめえには都合がいいってか。違う、そうじゃない。私が言いたかったのはだな、実はエーテル資源を入手できる別ルートを知っているんだ。我々の守備隊に気づかれずに物を入手できるぞ。ほう、またぞろうまそうな話が転がり出てきたじゃねえか。口から出まかせ言ってんじゃねえよな。そんなことは断じてない。信じてくれ。私は孤児だった。幼い頃から養子として育ち、血のつながっていない弟や妹の世話をしてきた。今までどんなに苦労してきたことか。治安官になれば人に胸を張れる仕事ができると思っていた。実際はもう何年も経つというのに未だ冷や飯食いの身だ。私はもう若くない。今回が最後のチャンスかもしれなかったが、どうやら挽回の余地もないようだ。こうなってしまった以上徹底的に保身に走る。ギャングに手を貸したことさえバレなければ、たとえエーテル資源がなくなったとしても私は罪に問われない。ああ見かけの割にゃ一丁前に性に執着しやがるもんだ。そんなに言うならてめえに案内してもらおうか。やばい、危険だとは思ってたけど、まさかオーリーたち本当に罠にはめられちゃうなんて。起きちゃったことはしょうがないよ。後手後手にはなるけど対策を考えるしかないね。
でもさっきオーリーさんが言ってたことも気にならない？ねこまた、お兄ちゃんどう？オーリーさんには何か別の考えがあると思う。私もそう思う。二人とも覚えてる？初めてオーリーに会った時、あんなにビビり散らかしてたくせに、自分が治安官だってことだけは固くなに言わなかった。確かにそうだったね。オーリーさんってちょっと頼りないけど、変にガッツがあるっていうか。それにあの人がギャングのボスに言ってたこと、なんか聞き覚えがなかった？オーリーだってただのポンコツじゃないんだから、きっと何か考えてるんだ。後をつけて何をするつもりなのか見てみよう。こっちだ、ついてきてくれ。ああ、身の程をわきまえてんじゃねえか。お前ら、ここを見張っとけ。オーリー、ギャングの連中とどこへ行くの？プロ騎士、私たちも後をついていこう。了解。
ネタかぶりも下がってて。開始。やしてる場所とは随分離れてやがるぞ。まあひとまず話を聞いてくれ。この辺りでは定期的に空間転移現象が発生する。前回試練を設置する任務の時偶然気がついたんだ。つまりこの辺で空間の転移に便乗するわけか。誰にもバレねえままエーテル資源のそばまでひとっ飛びって寸法だな。そうだ、ほんの少し待てば奇跡が起こるだろう。どうした、滝みてえな汗だぞ。何の音だ。ボス大変でした。エーテリアスが数えきれねえほどの群れです。一体どっから湧いてきやがったんだ。もう我慢できん。エーテリアスだ。やっぱりオーリーがギャングを連れて行ったのは、この前転移してきたエーテリアスに襲われたとこだ。エーテリアスをけしかけてギャングを消耗させようとしてるの？私たちにチャンスを作るために。オーリーの覚悟を無駄にしちゃダメだ。早くあいつのところに行こう。ギャングはきっとオーリーを許さない。早く行かなきゃ。ボス、これで全部です。やっとエーテリアスどもを倒しましたぜ。アルベルト、あのチョコ沿いなジャンカンはどうだ。俺らをはめやがって。チクシュー、とっ捕まえて川を入りやら。ボス、やつはここですぜ。もうとっ捕まえてます。てめえ、こっちかい。そのふぬけ面にいっぱい食わされたぜ。大した度胸じゃねえか。わざとこんな場所に連れてきて相打ちにさせようとした規定は褒めてやる。だが残念だったな。俺らにとっちゃエーテリアスなんざへでもねえ。いや確かに相打ちになってくれたらベストだったが、まあこれで十分だろう。はあ、どういう意味だ、はっきり言え。つまり今のヘロヘロなあんたたちなら私一人でも十分ってこと。ん？私がどれだけすごいのか知りたいの？
コボコにされても恨みっこなしだぞ。やっ、走ってったぞ。追いかけよう。弱すぎる。まとめてかかってきていいぞ。聞かせてエーテリアスとギャングを戦わせてくれたおかげだ。あんな大勢僕とネコマタだけではどうにもならなかっただろう。実は今この瞬間も自分にあんなことができたのが不思議でならない。ギャングにしてやられたと分かった時、一瞬頭が真っ白になりかけた。そこでなぜかふと猫又殿に教わったことを思い出したんだ。どうにかして自分の経験や個性を武器に変えるんだと。それで私があんたの同僚を騙した時の真似したの？と言っても猫に照らして虎を描くって感じだったけど、ま
嘘にしてはスラスラ言えてたし、ちょっとは臨機応変ってのが分かってきたんじゃない？それは、その、嘘ではなかったからな。にゃ？猫又殿が言ったんだろ？他人を欺きたければ、嘘にほんの少し真実を混ぜるべきだと。私が、このオーリーが孤児だったのは事実だ。孤児院の中で私が一番の年長だったのもな。幼い頃から血のつながっていない弟と妹の世話をした。学費が免除されるアルガリウス分校に通ったのもやはり経済的な事情だ。そんなにお金がなかったならどうして企業アカデミーに行かなかったの？奨学金がいっぱい出るところも多いんでしょ？エーテル適性は悪くないんだし、アカデミーを卒業できたらもっと稼げる仕事につけたんじゃない？知っているかはわからないが、孤児院出身の子供というのは往々にして劣等感や幼少期のトラウマからお金のため、あるいはただ生き延びるために道を踏み外すことがある。無論彼らを責めているわけではない。現実はそういうものだからな。しかし私も一人の兄として、弟や妹たちがそうなる姿を見たくなかった。だから治安官を志したのだ。君たちも必ず素晴らしい人間になれる。そう彼らに胸を張って言うためにな。だが見ての通り、私はお世辞にもいい手本とは言えない。今の今まで何も成し遂げることなく、賞状の一枚すら持っていないのだから。ずっと栄誉とかにこだわってたのもそのせいだったんだ。でも私に言わせれば、あんたはもうなりたかったものに慣れてると思うぞ。え？いいお手本かどうかなんて、症状みたいな紙っぺらで決まるもんじゃないんだから。大事なのは何をしたかでしょ。今回あんたは知恵と度胸で治安局のためにエーテル資源を守り抜いた。それにギャングの奴らだって逮捕できたんだ。誰かのお手本になるってそういうことなんじゃないの？本当か？私はそうなんだろうか？ああ、だから胸を張るんだ。あんたの弟や妹たちもきっと自慢に思ってくれる。とにかくこれで全部一件落着ってこと。あとはあんたたち治安官にお任せしちゃうから。これで今回の仕事は無事終了だ。めでたしめでたしってところかな。二人とも感謝する。この件でボーナスが出ようが出まいが、局に戻り次第報酬を支払おう。これだけのことをしたんだからきっともらえると思うぞ。でも私の分はいいや。え、猫又殿、今なんと？だから私の報酬はいらないって言ったんだ。プロ騎士の分だけ払えばいいから、その分のお金で孤児院の子たちに何か買ってあげて。普段プレゼントなんてもらうことないから、きっとすっごく大事にしてくれるぞ。これも私のちょっとした実体験なの。猫又、それなら僕たちの取り分を折半しよう。その代わりオーリーさんには一つだけ条件を出す。今日言っていたことを肝に銘じて、子供たちのいいお手本であり続けてくれ。その通り。もしあんたが悪い治安官になっちゃったら、私が真っ先にぶっ飛ばしに来るから。君たち本当にありがとう。その約束必ず守ると誓おう。ヤッホー、プロ騎士。また変な依頼を持ってきたんじゃなければいいけど。違うって。今
はあんたたちに新鮮なお魚を持ってきたんだ。うわ、陰謀とお魚の匂い。二人ともそんな露骨に警戒しないでほしいぞ。これはオーリーからの贈り物なんだから。オーリーさんから？あの人まだ治安官だったよね。どこでこんなにお魚を仕入れてくるわけ？オーリーのやつ、治安局からボーナスをもらえることが決まったから、こないだの週末に孤児院に戻ったらしいんだ。その時にプレゼントを配って、買ったのは私だって言いふらしたみたいで。だからこれは子供たちと一緒に釣ったお礼のお魚なんだって。へえ、よかったじゃん。だってあんたの大好物だし。あのね、猫のシリオンだからって四六時中お魚を食べてるわけじゃないんだぞ。私もたまにはステーキとかカニとかにかぶりつきたいんだから。とにかくいっぱいもらっちゃったから、あんたたちにお裾分けすることにしたの。ほら、半分あげる。お、アンビ？何しに来たの？ビデオを返しに来ただけ。プロキシ先生、ずいぶんお魚を買ったのね。それが、猫又が友達にもらったんだそうだ。何？その含みのあるふーんは。言いたいことがあるなら言えばいいでしょ。別に、私たちジャトヤの中では珍しいタイプだと思って。贈り物をしてくれる友達がいるんだから。え？もちろんだぞ。私は人気者なんだから。どう？この人望だけでも私がジャトヤの模範であることに疑いの余地はないでしょ。ええ、あなたはジャトヤの模範的な従業員ね。え？そんなにあっさり認めちゃう？どうかした？ううん、なんでもない。あれ？私ってば、すっごく無駄な努力をしてたんじゃ。猫又、私はこれからジャトヤに戻るけど、あなたも一緒に来る？お魚が重いなら持ってあげるわ。うん。それじゃあパイトン、私帰るからバイバイ。うんうん、いろんな意味で今回の依頼は円満に終わったね。お兄ちゃん、今日の晩ご飯お魚にしようよ。